高の中トロ、32インチ、うん、こうシャリこうシャリこれガロナル白ワイン、白ワインそれ1本、はい、今の中トロっすよ中トロです、ブトロみたいそうですね熟成による変化で、ね、ちょっと、まあ、油が回ってくるとか、大きな塊のまま寝かせるとトロの部分の油が中トロの方に回っていってくれるんですよね。さっきの中トロと同じ個体の赤身肉と、はい、上に乗せてあるのは福井県で使われている地がらし、日本酒いただけますか？かしこまりました。早期報道のマグロと別の個体のトロの部分、今日で40日すごいですね、40日マグロぐらいで40日ぐらいは軽くいけます。あ、そうなんですか、はい、10日でございます。色がそうですね。皮目つけたまま軽く素で締めてあげてるんですけど、皮目の方少し固めに仕上げるんですよ。ちょっと長めに噛んでもらうと後味の旨味がちょっと出てくるんで。寝かせてるから白くなってる感じ。そうですね。それと寝かせてるのもそうですし、酢を軽く通してあげてるとさゆりは白っぽい感じになります、ね。酢を通してるな。酢を通さなくてもさゆりは寝かしてあげると少し白っぽい感じになる。高知県のすくもで上がった島味、今日で31日を仕入れてるというか、赤みがかったやつ。そうですね。あと両方がその引き的なっていう両方で取られるカツオです。普通一本釣りがね、やっぱりカツオって一番美味しいと思われるんですけど、一本釣りのカツオって大体2日、長くて2日ですね、2日以上も経つと真っ黒になったんですよ。普通一本釣りだったら強制的に釣られて
もう群れの中から一気に海底辺まで持っていかれて、船体に叩きつけられて、その衝撃で針取れて、引き綱っていうカツオの漁法だと、あのすごいビップタイプのカツオなんですけど、2メートルぐらいになって、息吹が引いてあげて、ちょっともうマットみたいな、柔らかいところにそっと置いてあげて、締めてあげる。衝撃が少ないっていうことですね。あの身に全くストレスかからないように、丁寧に締めるんですよ。身にストレスかからないから寝かしてあげることができる。味がしっかり出る。カツオ自体は一緒だけど、その両方が違うってこと。そうですね。下の血が取れるっていうのが一番すごいです。じゃないの、分かんないわ。国旗が今日で11日11日。黒蜜でございます。今日で31日。大体あの日本に来て、あのこれで生もの食べちゃダメだとか、こうやって言うぐらいだからね。氷見の寒ぶりでございますね。そちらの本日で45日。真っ白ですね。そうですね、まあ、あの熟成してあげるとその油の筋のところがしっかりこう差し状に入っていくので、全体的にちょっと白っぽい感じで。初めて見ました、これこれ寒ぶりなんだ。えこれの、いや子供って寒くしないんだけど、寝かせ方ですね。逆に油をが濃すぎるから抜いてあげるとか、あれね、普通に食べるともう油濃すぎるぐらい多いので、だからある程度削りながら油抜いてあげながら純粋な旨味だけ出してあげるっていう。手渡しで、はい、今日でこちらで10日でございますね。九十九里浜の浜です。ハマグリ自体新鮮なやつあげるんです。それをすぐ抜いてあげて、で、まあ、きれいに洗ってあげるんですけど、その後に65度の温度帯の昆布だしにちょっと煮切ったお酒入れて、もう数滴薄口醤油入れたんですけど、その中で65度の温度帯で大体30分加熱してあげるんですよ。でその後に揚げてあげて、でじわっと冷ましてあげながら、このハマグリの出汁の出た煮汁を半分にまで煮詰めて、で今度またこの煮詰めたハマグリの出汁を65度に持っていって、この煮上げたハマグリもう一回入れて、65度から60度の5度の温度帯を5分かけながら、一度で1分に1度落とすぐらいで冷ましていくんですね。で60度切ったぐらいでハマグリもう一回出して、今度冷蔵庫でガンガンに冷やしてあげて、35度以下になったらもう一回ハマグリ直して
冷蔵庫に入れてあげる。で、それを2日寝かした後にもう1回同じ作業ですね。煮汁に詰めて入れる。すごいっすね。68度以上になると貝のタンパク質って凝固しちゃうと硬くなっちゃうんですよ。逆に今度、55度から50度の間になっちゃうと貝って菌が発生めちゃくちゃしちゃうんで、この温度帯を経験させないように調理してあげると、美味しい温度帯は60度から65度、その温度帯で調理してあげると柔らかくて、で菌もちゃんと死滅してくれる状態になるんですね。そういう知識ってもう修行先で全部教わるものなんですか？全部独学で、はい、すごいっすね。江戸前の技術的なことは、おやすさん、僕師匠がいるんでそっちから教えてもらうんですけど、その熟成の技術自体は全部独学ですね、はあ、自分で大学の論文読んだりとか、ちょっと科学的なそういう本読んでる過程とか、すいません、お酒ください。八戸のサバでございます。そちらに今日の23日の、もうそういうの覚えてないんだよね。15巻、全部で15巻。食べれない人多いでしょ、女性だったら。いや、結構食べる。静岡県小説同じ先生だよ。どこなんですか？静岡、静岡。一人長崎県壱岐で上がったアナゴでございます。26日。アナゴを煮かせるってどういうこと？血をね、抜いてあげて、それこそその積もと式で皮目の下の血を抜いてあげるんですよね。で、その後に内臓を抜いて開いてあげるじゃないですか、はい、で、そこから水分抜いてあげる作業をしてあげるんですよね。で、大体3度の温度帯の冷蔵庫に入れてあげながら水分抜いていくんですけど、その過程で油が全体に回っていくんですよ、はい、で、中の方にまでしっかり油がしっかり入ってくれるので、その後にアナゴのアラで出汁を取って、日本酒で30分ぐらい煮てあげて、でそれで煮上がったものをボンザルっていう竹で編んだザルの上に並べて、大体そこから3日から5日ほど干してあげるんですよ。余分な水分抜いて、美味しくするために手間かけるのはいくらでもかけれる。でも美味しくするんだったら江戸前寿司って言ってもいいんじゃないですか？で、江戸前でくくって言うてもいいかなと思うんですけど、あんまね、それで言いすぎるとこう、まあ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 、そうですね、これ江戸前じゃないって言われる、まあまあそうですね、あったりもするので、江戸前は江戸前でいいですけど、そのしがらみはあんま好きじゃない。うなぎも使いますし、あ、本当だ、すごい油の感じがね、ちょっと言ってくれる、泡雪じゃないですけど、それに近いような、回してあげるっていう作業をしてないと、ただの一夜干しの穴子みたいになっちゃうんですよ。それじゃあちょっと僕が焼いてる寿司と違うんで、そういう寝かせる作業だと油を回す作業、そう出してないネタもちょこちょこってあるんで、これちょっとちょうだいな、あまり何回かいきますか、うん、じゃあちょっと巻物と玉で一通りですけども、なんか出てない巻物を3種類ぐらいで、3種類、はい、分かりました。キャンセルがあるとたまったもんじゃないですね。そうなんですよね、なかなか。そうですよね、急にインフルエンザになったらしくて、まあ、まあ、責められないですけど。そうですよね、そこはもう仕方ない。仕方ないです、これだけ手間かかってるって思いますよね。諦めるしかないところは、うん、キャンセル料取ってないんですか？取るって書いてたとしても、取れないなと思ってる。まあ、でも抑止力にはなるんじゃないですか？なんとなく気が引けてしまう。まあそうですよね。長崎県産のアジでございます。今日で10日。北海道しょっつるで上がったボタンエクでございます。今日で10日でございます。甘いですね、ボタンエビってね、寝かすと甘みとこのねっとり感強く出るんですけど、ボタンエビ自体 の香りがすぐ飛んじゃうんですよ、だからそのボタンエビ自体の香りをつけてあげるって感じですね。もう開けて味噌とこの口の横に
本当にこれだけついてるんで、それ一個一個取っていって叩いて混ぜ合わせて焼くと。はあ、すごい創作料理みたいですね。ちょっとね、そういうのもあってもまあ、他になんか変なのつけるわけじゃないんだけど、ボタン液で完結させる。まあそうですね。マカジキ56日、熟成ってわけじゃないですね。まあ、ただ作るのに2日ぐらいかかるのはかかるんですけど美味しく作ろうとしてたら気がついて、おやつさんから教えてもらってたやり方から5日はかかりました。甘鯛のすり身を入れた卵焼きですので、甘さは和三文と少しだけ蜂蜜入れて焼き上げます。炭でやってるんですか。そうです。卵焼き器があるとしたら、下から火は入れずに、上からこれぐらいの高さかけて、網に炭を置いて、ずっと2時間、ずっと持ってるんですけど。持ってるんですか。ずっとこう、炭ってどうしても同じ量、同じ大きさやってたとしても、火力が違うので、こう、うわー、はい、すごいですね。かえってこう、位置変えたりとか。調整しながら。この間ね、ちょっとこう横にレンガ置いてる、こう置いといたら大丈夫かなと思って見てたら真っ黒ボケになってくれました。手抜きしようとしたらダメやな。ちょっと楽しようとしたら失敗しました。やっぱカウンター6席以上増やすといけないですね、はい、それだとそれもたくさんの人、ね、そうですね。お客さんとお話ししながら、お客さんの食べてる顔とか、あとお客さん同士が喋ってる内容とかを聞きながら仕事しようと思ったら、8ぐらいになるともう頭混乱するんですけど、お客さんが喋ってる内容で時々こう、私これこういう寿司あそこで食べたこれ好きって言ったりとかしたのを聞いた時に、流れ的にお出しできるな、お出しできる熟成状態のやつがあるなと思ったら、それに変えたりとかもパッとできるので、そのためにメニューも出しないし、お客さんによって変えてあげた方がお客さんのためになるかなと。ずっと水出っ放しですか。大丈夫、こうやっておかないとね、いちいちこうキュ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 ってやってたら、このこう、この、この音あるじゃないですか、チャコンチャコンチャコン、はい、なんか、ね、火がつ散るよな。ずっと鳴らしっぱなしでこう、チャコンチャコンって音は不快ですけど、こういうっていう、こう水の流れる音不快になる。僕結構まな板とかずっと拭くんで、そのツールとこんな流れてる気が散るかなと。すごいかかるな。でも、まあ、全然気にしなくても常に綺麗な水で、ね、これ流してなかったら濁ってきたりジャーってやるじゃないですか。じゃあうるさいですよ。そうですよね。そうやってね、空間演出っていう意味合いでそこら辺は気にしないとなって大事だと思いますよ。これだったら、まあ、昔は気にせずにジャンジャンやってもらったでしょ。まあ、僕自身も気になりますし。一番最初、僕が最初打ったところって大阪にあったんですけど、はい、その時に大阪寿司のお店を打ったんですよ。最初高校卒業して寿司屋にそうやって入ったんですけど、大阪寿司も江戸前寿司も知らなかったんですよ、うん、まあ、どこの寿司屋も同じだろうと思って、うん、食べ歩きしてたんですよ、うん、そしたらこれお店でこうお魚は多分ちょっと寝かした方が美味しいんだよって言ってもらって、その日、ね、寝かしてるタイと、3日寝かしてたタイの食べ比べさせてもらって、3日寝かして、じゃあこれ1週間寝かしてもっと美味しくなるんじゃないか、1週間経
方したら腐る、まあ、3日目で編んだ同士残り4日でなんでこんな腐ってしまうんだろう、じゃあ腐らなかったら美味しくなるんじゃないかな、じゃあ腐らないようにするにはどうしたらいいんだろう、腐る原因って何なんだろうって考え始めたのがスタートです、うんうんうん、でそこから、ね、いろいろと自分でやっていて、まずお魚が腐る原因は何だろうっていう、これぐらいのお皿にお魚の内臓、鱗、血、頭の後ろの身、お腹の近くの身とかいろいろ置いて、クーラーかかってない松の量ですね、30分ごとに舐めていくんですよ。科学者ですね研究者みたいな感じですね。ね、ただのオタクなんですね。いやそうか、あの熟成肉が流行ったじゃないですか、はいはいはい、あれね、熟成って何だろうなって調べたら、あ、自分やってること熟成って言うんだ、うん、あ、じゃあ熟成寿司だみたいな、あ、自分で美味しいお寿司作ろうとしてたら熟成やったんですよ。なるほど。いや、まだなんか熟成のことを全然知らない人がいっぱいいるし、はい、否定的な人がいっぱいいるんで、いらっしゃいますね。それをどうやってなんか説得していこうかなみたいなのを動画でやろうかなと思って。そうですね、どうしてもで、ちょっと僕があれだなと思ったのが、少し前になんか水産大学さんがシートを開発したじゃないですか、まあ、あれのおかげで、ね、その認知的なものが増えるのかなっていうのもあるんですけど、ちょっとメカニズムが違うんですよ。菌を使っての発、あの熟成ってそれは発酵になってしまう。あ、なるほど。僕がやってることは菌を使わないあの熟成方法なんで、これは熟成、発酵ではないもの。そっか、血を抜いて完全に清潔な状態で、そうです、っていうことですね。菌を発生させないようにしてあげて、うん、そのお魚自体の酵素を使って、うん、なるほど、旨味を出したりだったりとか。あ、発酵っていうのは、じゃああれは、どちらかというと菌作用です。あ、そっかそっか、腐ってるって言ってるのは、それは菌と無菌の違いですよね、要は。とかもあるんですけどね、なかなかそこも難しいところ。腐敗っていうものの定義自体が結構こういろんなものを調べてふわっとしてるんですよ。美味しくない匂いであったりとか感じたらそれは腐敗、うん、じゃあ、ね、美味しく食べれて、あの嫌な匂いしなかったら同じ条件下で置いてたものでも腐敗じゃないっていう、うん、そっか、それは主観になっちゃうわけですね。だから僕の中ではね、菌使うのは発酵っていう風な捉え方でお伝えしてるんですけど、なるほど。僕はそのシート使って作り上げたマグロを食べたリポーターの方がナッツの香りがするって言ってるんですけど、いらないよなもしそう、ね、ローストしたナッツの香りのするマグロを寿司にしたとしたら絶対美味しくない。美味しくないと思いますね。マグロはマグロの香りがないとダメですし、魚はお魚のその個性があって、そのお魚自体の味、香りがあるので、それを消さないようにしていかないとダメなのに、そういう、うん、また別のものをつけてしまうっていうのは。そうですよね。もしそれを熟成のハードルが下がって、認知が出てきて、みんながしだした、それを食べました、あ、これが熟成っていうんだ、あんま美味しくないなっていう風になってしまうと、うん、遠ざかっちゃうんですよ。そうですね、別物ですもんね、それって。そうなんですよ。なかなかね、広めるっていうのは正直難しいのは難しいんですけど、認識してもらうっていうのが。そうですね、腐敗と熟成は違いますよ、うん、ただ熟成してるものも僕らが手を1日でも加えないと腐敗になります、うん、同一線上のものだなっていうのは思ってるんです。さっき食べた中トロも、はいはい、やっぱマグロっていう息を出ないで美味しい、そのなんか違うものになってるっていうところが、ナッツの香りしちゃうっていうのはまた別のものになっちゃうから、そういうことじゃないですよね、熟成って。その枠の中で、そうなんですね、枠の中に入ってるけど知ってるものと違う。そうなんですよね。で今日食べていろいろ思いましたね、本当なんか食べてきたもの全然違うなっていうでもその枠に入って味だったら味だし、イカだったらイカだし、ちゃんとそのイカの味もするし、もちろん僕の中ではその僕の熟成 その根本的なことで言うと、そのお魚自体 の個性を消さないような熟成っていうのを心がけているので、先ほど血抜き大事って僕言いましたけど、あのカツオを出させてもらいましたけど、あれカツオを血抜きしないんですよ、うんうん、血抜きしちゃうとマグロみたいな味になる。なるほどな。じゃあマグロ食べればいいってなる。じゃあどうするかといったら、その血抜きをしない熟成方法を自分で考え出して、
そのために両方でやったりとか。血抜きをしないでカツオで6日目ですか。そうです。それはすごい。こうやったらいいんじゃないかなで思いつきでやってみて、まあ、もちろん思いつきのそのままやったら大概失敗するんですけど、じゃあこうだなって自分の中で理論付けていって、その結果出てくるっていうのではあるので、うんうん、なるほど。動画でそれぞれ難しいいやー、まあ、なかなか分かってくれないですね。まあ、そのことやったら、まあ、僕とか木村さんとかそうですよねFilms.